皆さんこんにちは。大阪府のプレイズレポーター国部福音教会牧師の丸本です。今日は4月11日の第4回アライズジャパンに先駆けて行われました賛美奉仕所の礼拝&合同練習のレポートをいたします。まずアライズジャパンとは4歳から14歳の子どもたちの救いと霊的成長に焦点を合わせた働きの一環であり、キッズ&ファミリーサポートミッションが主催する子ども賛美集会です。そのために重要になってくるのが賛美奉仕者です。このアライズでは子どもたちに年齢の近いユースたちがその役割を受け持ってくれています。そして昨年からはいくつかの教会のユースたちが合同でその奉仕に当たることになりました。そして今年も教団、教派を超えてユースたちが集まり、本番に向けて練習をすることになりました。2月21日、クライストコミュニティ向こうの総チャペルにおきまして、牧師、ユースたち合わせて20名ほどが集まりました。まず最初は礼拝から始まります。カリスチャペルの村上康明先生が御言葉を通して、私たちは神様から食べるための種だけではなく、まくための種をも与えられている。だからその種をまいていこう、とユースたちにチャレンジされました。続いて、グッドサマリタンチャーチのユースたちが中心になって、今年のアライズに向けての新しい賛美を披露してくださいました。毎年このアライズジャパンで紹介された曲はリソースとして広くいろいろな教会でも用いられてきました。今年も軽快な楽しい振り付けのついた、そして神様を心から礼拝する賛美が紹介され、本番に向けての期待感が高められていきました。最後にはそれぞれの楽器に分かれてのパート練習です。合同練習は今年で2回目ということもあって、和気あいあいとした中で練習が進められていきました。練習時間の1時間はあっという間に過ぎ、本番までにもう一度練習を行いたいとの声も聞かれました。また3月より近畿圏6カ所の教会においてプレ集会が始まります。どうぞお近くの教会へお越しください。このアライズジャパンは草の根運動です。子どもたちも単なるお客さんではなく積極的な参加者となってくれることを望みます。そしてその次にはユースとしての奉仕者への道も開かれていることも大事なことです。今親に連れられてきている子どもたちが数年後には奉仕者としてこの合同練習に参加していることもあるでしょう。そしてそれこそがこのアライズジャパンを単なるイベントで終わらせないための秘訣とも言えるでしょう。私たちの夢はこのユースの中からもいずれは献身してアライズジャパンのメッセンジャーとなる器が起こされることです。その連鎖こそがこの日本の閉塞感を打ち破っていくものとなることを信じてやみません。どうかこれからもアライズジャパンを覚えてお祈りくださり、また子どもたちを連れてご参加ください。以上、国部福音教会の丸本がお送りしました。